ライドネスはね、今日もやっていくんですけど、今日はね、ジャイ をやっていきたいと思います。で、このジャイですね。今ね、えっと、ジャイが2つ、あのー、勝率、1、2を取っていて、どっちもね、勝率が70%超えということでね、えー、まあ強いんですけど、なんで強いかってね、やっぱね、ジャイには、このスケドラがよく組み合わされるんですよ。なんかね、ベビドラとメガゴーの間ぐらいなね、感情役割をしていて、結構ね、そ,そう、考えるとマジで強いんですけど、あのー、まあなんだろう。 ガゴムレとかそういうは、なんだろうね、細かい系にも勝てるし、こういうメガゴとかね、これ単体系にも勝てるみたいなね <laughs> いや、ただの強いカードやんけって話なんですけどね。まあ、そんな感じでやっていきたいと思いますね。ってことでね、今、えっと、勝率1位のジャイがこれで、2位のジャイがね、これなんですけどね、1位のジャイをやっていきたいと思います。ってことで、いきます。よいしょ。なんですけどね、このデッキね、めっちゃ強いんですよ。あのね、なんか、なんて言うんだろうな、で、しかも、あの、ジャイプリプリ、ジャイプリか。 これ、ジャイプリタクネなんですけど、ジャイプリプリディガーにも言えることなんですけど、あの、一番強い形というか、リスクなく相手にね、ダメージを与えやすい形っていうのがあって、それがね、なんとね、ジャイメガゴなんですよ。そう。よくね、あのー、世界1位の、そのプレイヤーがね、ジャイプリプリで一番前、神風っていうね、プレイヤーがいるんですけど、あのー、なんその人がね、いっつもね、ジャイメガゴを作ってるんですよ。 そう、急にハシマイジャイメガゴしたりとかね、結構よくわけわかんないプレイをしてるんですけど、あのなんかね、このケツメガゴして、逆サイにプリンスとかダクダを流して、で、そうやって、あの、そうした後に、このケツメガゴした後に逆サイにジャイをつける。そっち段階ってね、なるんですけどね。で、まあこういうところには、まあメガゴをつけていくと。まあこれはね、最初はね、そんな通んなくてもいいんでね、様子見ですね。まあこうやってユニットだけで、このなんだろう、殴り合いに勝てるだけで美味しいみたいなところはありますね。 はい。はいと。マニ2発。美味しいですね。ファイスピー。だくね。あ、これあれかワンチャンあれっすね。ゴレ。ちょっと前にファイスピーゴレみたいなのがいたんですよ。で、まあ、こういう感じで振っていって、見ましょう。さあ、美味しい。それ2枚。いや、このスケドラがね、そう、単体で殴り合った時にめちゃくちゃ強いんですよね。 そう。で、こういう時に、ちょっと落ち着くんですよ。そう。落ち着いて、で、ケツダクネ。こういうのはね、許容していいですね。うん。で、ダクネして、こっちに対して、何かしらのね、カードが出てくるんで、まあ、ここはジャイメガゴいかないですね。ジャイメガゴするときっていうのは、このケツメガゴして、逆サイからリクニと出したときのみ、かな。うん。最初の方は、特によいしょ。おぉ。すごいな、それ。 それしかやらん。さあ、いやー、これめんどくせえなー、ちょっとこの形。ちょっと寄せます。で、こうやってね、範囲で縛いてあげて、プリンスという感じですね。ここらへんかなー、まあ、ただね、そのね、髪風がやってんのは、あれなんですよ、その、序盤なんですね、その、ケツから裂いて、みたいな。音とととととと。とととと お,お前マジかよ出たそういうことするじゃんもうやべこれトルネされるオッケーはっでけ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 これでけよしよしよしこれトるねくるから逆サイプリンスとか流してあげてオッケー完璧完璧やい全然全然いい然い,い,あいいぞいいぞいいぞ,いいぞオッケーオッケーオッケー これさすがに多分、ベビ,ビドラつけるぐらいしかできたとしてもそんなもんだと思うんで、こう攻めていきます。ちょっとあ取ってるんでね。あと、これ展開されたらまずいんで、で、これトルネからのメガコとかね、来ると思うんで、はいはいはい。OK! ーーさあ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 、ここだ。いや、マジかよ今、メガコが一発殴ると思ったけど、逆に、逆にいい意味はな OKOK。オーケーオーケー でこういうとこですねこういうとこ。こういうとこで、ジャイメガゴ。速攻攻めるんですよ。ジャイメガゴ押してあげると、相手はね、ゴレを展開できなくなるんで、こうやってね、俺の勝ちに。来た。これはね、どっちかに取り直さかなきゃいけない。うーん。よいしょと。ありがとうございます。まあ、こう,う。 <laughs> ジャイメガゴはね、マジ強いんですけどね、序盤にだからね、一番いい手札っていうのがあって、あのー、メガゴあり、リクーニット1枚あり、ジャイがある手札。まあ、ジャイは別に2枚切ったら回ってくりゃいいんで、そのメガゴとリクーニット1枚があればいいんですけど、あの、その時に結構ね、最初にその動きができるのがめちゃくちゃ強くて、 あの、だいたいしかも、ジャイに入っているユニットって、ダクプリとか、プリンスとか、あと、ダクネですね。そこら辺の、その、なんか、無視できないカードなんですよ。だから、そっちにエリも咲いて、ただ、今、結構、その、ザップを持っていると、なんだろうな、メガゴ、ジャイメガゴのメガゴは止まらないんですよ。例えばですけど、まあ、インダルにも殴り合いか勝つ。で、コウモリもザップで消せる。で、逆にその、ガゴムレとか来たら、その逆側のね、陸一体出した方が止まらないみたいな。これね、これ、いや、マジでさ、これ違うな、ちょっと。 これはあれなんですよさあこれ絶対ギャング来るでしょこれさあうんこれで1体受けてオーケーオッケ,ケー。いや今やりたかったなそのムーブを 結構決まってやってるんですよね。そんな、どんな場面でも通用する、なんだろう、戦術じゃねえだろうってね、思う人いると思うんですけど、結構本当に、なんだろうな、すごいいろんな場面でやってるんですよね。さあ、これ相手、タゲ取ってバレル飛ばしたいはずなので、これ結構うざいですよ。あとはこれ、透け切ったんで、で、プリンも、でこれウッドからのプリンぐらいじゃないと、 でも、まだナイトだと思うんですよね。スケ回んないはず。そうでしょはい。で、これ5打って、消してあげると。で、この次にバレル来るんで、ここですね、スケドラ。来ない。まあ、ここは、スケが来るんで。 いやちょっと良くなかったなこのディガーこっちとあれだなこれナイトとかつけられたら別に美味しいかよいしょ、まあ、このダクネとかねこういう無視できないカードこういうのがめんどくさいんです相手からしたら o k o でこれプリンス出してなるほどまあこれはスケドラ落下したらスケバレかスケバレ落下したらファイボでよいしょ で、ジャイつけてはいで、ディガーで削るとでディガーにもし当てれてもね、スケぐらいなんでこれスケきてウッドっすね来ない来ないねでこの逆サイの吹き矢とかは無視やべこれ当たるかなちゃんと o k o k o k 入れないこれザップだけは取っておきますねバレルにあオッケーここは打っていいで5を受けんないですねあとは最速の位置に5構えてズイズイという感じですねまああのー、バレルっていうか枯渇にも勝てるんですよこのなんだろうなあのー 特に、スケがないときですね。まあ、あと、スケ型じゃないときは、ギャングがないときとかに、あのー、ああやってプリンスを足してあげるだけで、相手はね、ナイトとかウッドで、あのー、まあ単体プリンスだったら、さすがに簡単に止まっちゃうんですけど、例えば、えー、まあ、アイスピ、プリン、ウッドとかで止まっちゃうんで、よくないんですけど、ああいうダクネとかね、ああ、残ってるときに、スケもないっていうときは、あのー、 プリンスとかを足してあげると、相手はウッド切ってからナイト出して、ただナイトだったらダクネとプリンスで秒で溶かせるんでね。その後にプリン出すけど、もうエリクサーないみたいな。そんな感じでね、状況が作れるので、お来たこれ、見ててください皆さん。頼む。相手、俺、俺にやらしてくれ。そう。で、こうやって、ジャイをつけると。 もうこういうことです。俺がやりたいのは。で、ここに5を打つだけ。うん。はい、ありがとうございますと。で、まあここはディガーで、様子見やなと。よいしょ。これ、ザップとか打たれたらちょっと面倒い,いんですけど。 オッケー。Okay, okay. <laughs> で、もう一回同じ流れですね。で、相手は若干、トルネとアイスイーズ、それとスケドラとダクネで1枚かみ合ってないんですね。だからこっちよりも1枚多めにね、咲かなきゃいけないけど、おっとおっとっと。こういうのはね、プリンス出して、あの、攻めちゃった方がいいですね。ゴレに、ゴレデッキっていうのは基本的には、スケアミとか、まあ、スケアミぐらいならザップがあればいいんですけど、縦線とか、そういうなんだろう、あの、スケとか。 ギャングとか、あんま入ってないんで、結構受けがね、しんどいんですよね。もう攻めっすね、だから。で、こうやって攻めるじゃないですか。で、相手はキング守んなきゃいけないんですよ。こうなったら。で、そうなった時に、こうやってね、低めのスケダルとかで、こういうコウモリとかを消しながら、まあ、クでもね、多分範囲で消せると思うんで、よいしょ。消せないそんなバーだな。嘘でしょマジやばい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 。おーまいガー。

向いたお前、甘えたな、今。甘えたな、来たま。おい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 。これ、たクねたクねたクね。これ、どうせトルネとかでね下げてくるはずなんで。あのコウモリが邪魔すぎて、トルネで下げざるを得ないんですよ。はい。そんなところ、俺は、キャッチ。キャッチします。これ、あれだ。プリンス。これ、相手守んなきゃいけないはずなんで。コザップって、やつけして。オっケーいいよ。完璧。どこディガープルル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  お惣菜です。なんぬ。って感じで、え、5打って、GG と。あぶね、あぶね、あぶね、あぶね。危なかったわ、マジで。まあ、そんな感じ、そんな感じですね。あの、ジャイ相手、ゴレ相手には、なんかラットとかもね、動画で言ってたんですけど、真正面から、特に施設なしのデッキですね。あれ、ジンギだとか、こういうジャイだとかね。は、真正面から行かずに、もう攻め切った方がいいですよ。で、攻めて、まずアリーナタワーおるじゃないですか、相手の。 で、そのために、相手はキングおられない程度にユニットが残るように、あえて空で防衛してくるんですよ。あの、インドラデーだとか、まあ、あの、スケドラデーとか、ベビドラデーとかで、ね、守ってくるんで、そういうのに対して呪文でね、まあ、スケドラですよ、特に。ファイブとかで飛ぶんだったら撃ってあげてから、あのー、あとは自分のね、ユニットが残るようにね、あえてダグネが死ぬように、あのー、守るのがベストだったんですけどね、正直。うん。 だけど俺はなんかダクネも殺せず、スケドラが死ぬ、な,なんでだろうな、あれ、範囲じゃないのかなっていう疑問もね、あの、抱きながらね。お、来た完璧な手札です、これ。目が脅かすでしょで、プリンスナス、これですもん。だいたい何も出してこない。ジャイです。こういうことなんですよ、僕が言ってるのは。で、好きな方にザップを打つだけと。これちょっとまだ打たないですね、ザップ。 あのなんか、すきみとかコウモリとかあるんで、特にこういうギャング持ちのやからには。ない。ないです。うん、ディガーくんのかな、これ。バーン !OK! 見ましたこれ、これ、これよ。俺がやりたかったのは。で、今のギャングにザップ打たなかったのって結構大きくて、やっぱギャングが入ってるデッキって本当に、 例えばですけど、ギャングスケアミとかあったら、逆サイドのプリンスが止められたりするんですよね。そう。なんで、とかね。これは、一旦守りから入っていいな。で、こういうプリンス、こういうスパーキーに合わせるカードはプリンスとかよりも、足の遅い、ダクネとかがいいですね。うん。やっぱ前に行き過ぎると、スパーキーが自陣に入ってこなくてね、結構、あの、なんか、あれっていう感じになっちゃうんで。こうやってメガゴ、空をさえ延命させてあげれば。 はい、ありがとうございますって感じなんで、ね。ギャングかギャングかなおーっ,とっ,とっ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 と。オッケーオッケー。いいよ。いやー、素晴らしい。はい、ありがとうございます。で、次ですよ。相手がギャングと、ただスパーキー来たんで、これはケツジですね。あの、相手後ろから合わせるカードないんで、でこっちはザップを持っているんで、ファイブを回して、こういうスケダルとかじゃなくて、こういう足の遅いカード出してあげるんですよ。また。あれ、持っていた。 持っていました、まあ、そんなこともね、知っていたんですけどね。まあ、で、えっと、このね、スパーキーに対しては絶対雑報打ちたいので、僕はね、で、相手はめだったんですよ。んで、こうやってちょっとスケダラ散らしてあげて、よいしょ。<coughs> でここで雑報打つと。で、ここにはファイブを打つと。ファイヤーと。あちょっとエイムが。やばい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 ,やばい,や,ばいやばい。うん、ちょっとだけやばい。言うてやばくない。 これで守れ。いやー。やるなと。<laughs> おげおげおげこれで、あと相手はね、逆イジャイガゴ,ゴームレとかね、するぐらいしかね、あのー、この余生をね、楽しむことができないはずなんで。よいしょ。うこのノックバックを利用してあげて。あー、グッドゲームと。ありがとうございます。こんな感じですね。こんな感じでね、あのー、ジャイ、ジャイメガゴ、わかります あれです。あれをやるだけでいいんですよ。で、神風あれをやっているんで、真似するだけでいい。そう。で、あれの何がいいかってね、そのプリンスに対してリクーに倒せるんで、ジャイを溶かすカードがね、基本的にはなくなるんですよ。もし施設が来た場合に、例えばゴボウリとか、ボムターとか、来ても、メガゴっていうのはちゃんとね、あのメガゴも、キング裏じゃなくてね、アリーナタワーの外からね、出すことが大事で、ああやって出すと、その真ん中に釣られないんですよね、カード。だから、なんだろう。う もし施設とかね、出されたとしても、メガゴだけはね、まに直進するんで、メガゴにもカードを咲かなきゃいけない、プリンスにもカードを咲かなきゃいけない、ジャイムとかさなきゃいけないで、相手大変なんですよね。で俺はハシマエジャイをちょうど5個数で出して、間に合わせることができるんで,で、あとはザップをプリンス側に打つか、メガゴ側に打つかで、どっちかを大体通すことができるっていうね。まあ、もし守られたとしても、そんなアド取られないんですよ。そう。もう最善の手札ですね。だから、ジャイプリプリとかをやるだけでも、これは真似するだけで、もう珍しいですからね。クラロアで。真似するだけで勝てるようになるっていうのはね、 珍しいことなんで、ぜひね、皆さんやってみてください。ということでね、えー、今日はこの辺で終わりたいと思います。また次の動画で会いましょう。もしよければね、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。